い、続いてはスペシャルコーナーでございます。森光プロ、引き続きよろしくお願いします。今回はですね、スペシャルなゲストさんにお越しいただいてます。早速ご紹介します。国際紅白歌合戦の宮崎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。去年も一緒に出ていただいて、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。まずはですね、国際紅白歌合戦、はい、まだちょっとご存じないかなっていう方もいると思いますので、はい、簡単に説明をしていただいてもよろしいですか。はい、国際紅白歌合戦っていうのは、内容的にはですね、はい、NHK のおなじみの国際、はい、すいません、紅白歌合戦、はいはい、あるじゃないですか、はい、まあ、その雰囲気で、まあ、やるんですが、はい、違うところは、外国の人は日本語で歌うで、その代わりに、日本人の人は外国語で歌うというか、なるほど、そういう歌の国際交流っていう形をとっています。はい、はい、なるほど。そのなんでこういうイベントをやろうと思ったって、こう珍しいじゃないですか。そうですね、はいはい、こうきっかけとかはあったんですか。はい、きっかけはですね、2011年の、はい、大震災ですね。はい、はい、で、僕はもともと外国人の人たちの就職支援だとか、はい、あるいはその国際交流の媒体を作ってたりとかしたんですけども、 その当時ですね、やっぱり震災で、はい、日本人の人もそうですけど、はい、外国人の人たちも相当やっぱりこう生活に影響がありまして、まあ、多くの方はもう母国に帰ったんですけども、はい、いろんな事情があって日本に残らないといけない人も大勢いたわけですね。日本人の人と結婚したビジネスが今日本にある、もう10年以上に母国に帰っていない、なるほど、生活の基盤は完全に今日本だという人は、まあ、頑張るしかないんですね、日本で。はい、でその人たちも不安の中、まあ、日本に残っていて、はい、で僕らもそのなんていうか、それでもやっぱ日本は、ね、大丈夫ですよと、はいはい、でその中でも誰か病気になってるか、誰も病気にもなってないし、そうですね、大丈夫で、まあ、普通に暮らしていたと、はい、もう力強く生きていて、はい、そういう姿を、はい、こう外に発信することがいいんじゃないかなっていうのがあって、そういうきっかけがあったんですね。はい、であとは一つはたまたまですけど、ちょっとご縁がありまして、はい、知り合いの方で、毎日新聞の元記者をやっていらっしゃった方がいらっしゃって、はいはいはい、でその方がですね、あ、この企画だったら観光庁に行ったらいいんじゃないなということで、お話をつないでいただいて、はい、それで観光庁に伺ったんですね。はいはい、でというのも僕もやっぱり観光も人が来なくなるっていうのは、まあ、大体分かっていたの で、 で、ね、でたまたまテレビでですね、はい、観光庁の長官が、韓国とかに行って、はい、日本は、ね、安全だから来てくださいねって一生懸命本当奮闘されてるところはたまたま見たんですね。はい、でけどやっぱり韓国の人も半信半疑ですよ、それは。そうですね、はい、だからこれはだから僕らが何かできるんじゃないかなっていうのを言って、はい、で行ったらですね、もうその場で OK をいただいて、すごい。でもそこで行くっていうことがすごいですね。はい、いやまあそれはね、まあ、ご紹介いただいたのもあったんで、はい、それでもう即 OK をいただいたんですか。そうですね、で長官自身も僕も歌も歌いますということで、あ、はい、すごい。そうですね、あれはちょっとびっくりしましたね。長官さんはどのような歌を歌われたんですか。はい、ね、やっぱり英語を、We are the world だったかな。あ、はい、いいですね。みんなでこう、はい、歌おうということで、はい、留学生とか外国の人と一緒にこう肩を組んで歌ってというか、はい、それはもう本当日本中がこう元気になりますね。そうですね、その住んでる外国の方も元気出ますし、はいはい、安心しますし。そうですね、なるほど、もう素晴らしいイベントですね。はい、でみんな一声一声、はい、その元気出して頑張りましょうっていうのを、はい、僕が言ったんではなくて、みんなが個人的にそれを言ってくれたんですね。そうなんです、歌う前に、はい、元気出してくださいね。もうなんかもう今鳥肌が立ちましたもう。はい、そうだったんですね。そうですね。それが、はいはい、今何回イベントが続いてるんですか。今年で9回目ですね。9回目、はい、はあ、じゃあもう9年間っていうことですね。そうですね、はい、すごいですね。毎年やられてるんですね。そうですね、もうまあ、おかげさまでこういろんな、はい、理解者の方も、まあ、はい、そんなに多くはないですけど、はいはいはい、少しずつ増えてきて、はい、なんとかかんとかこう継続してさせていただいてます。なるほど、はい、こう中ではなんかいろんな面白いショーとか、はいはい、
この歌うだけではないんですよね。そうですね、はい、ファッションショーをやったりとか、はい、あとそれから、まあ、例えば今年去年もそうですけど日本の応援団の人に来ていただいて、でこれが外国の人にすごい受けがいいんですよね。そうなんですか、はい、なかなかああいうスタイルの応援っていうのはないので。そっか、あれは日本のスタイルなんですね、はい、日本のものですね。確かに特にその学ラン着てやるやつとか、ね、はいはい、あいいですね、はい、学ラン自体が日本ですね、はい、確かにそうですね、制服っていう文化が、そうですね、こう凛々しいというかですね、はい、もう声で本当にこう力強く応援していくっていう、はい、あ応援団もやられたんですね。それで日本人の学生さんにもなぜか受けがいいんですね。あそうなんですか、あんまり知らなかったみたいな。あなんかでもイメージだとやっぱり学生の時にちょっと体育祭とか運動会で応援団がこういて聞くぐらいですもんね。そんなに日本人でもあんまり機会がないので、そういうイベントとかで実際に目の前でこうね自分たちの文化も知れて、そうそう知れていいですね。それはすごい新しい発見。なるほど、はい、であともう一つ面白いところは二部式着物っていう着物がありまして、はいはい、はい、実は5分で着替えができるという着物なんですよ。え着物ですよね。5分でできるんですか、はい、ですね、どういうことで、あプロの方が急いでこうではなくてですね、着物に細工がありまして、はいはい、2部式なんで上半分下半分で上下で分かれてるんですね。はい、あそのまますぐに着替えることができるってことで、そうなんです、そんな着物があるんですか、はい、知らなかったです。普通の、ね、皆さんの格好のブラウスとか、はい、その上からもう着れてしまう。あこのもうお洋服の上から、もう普通着物を着るってなるともうすごい時間30分とか40分とかかかりますけども、すぐに着替えられちゃうんですか。自分たちのホームページ見ていただいたら着物の女の人がいっぱい写ってるんですけど、ありました、ありました、表彰式のアシスタントの人たちとか、それもみんなその二部式着物。あそうなんですか、はい、もう見た目は、まあ、全くわからない、全然本物の、はい、まあ、それも本物だと思うんですけど、はい、わからないですね、二部式になってるっていうことは。そしたら着物を着て、まあ、イベントを歌を歌ったりとか、そうです、そうです、ショーとかもやったりするんですか。ショーっていうのはあんまりはないですけど、まあ、ただその、はい、今回とかだったらそのゴスペルのグループがかなり本格的なね、はい、NHK のそのね紅白歌合戦に、はい、のバックで出たことがあるようなそういう人たちが出たりとか。なるほど、はい、あとまあその非常にユニークな出演者が毎回たくさん出ます、例えばどんな方がいらっしゃる、はい、そうですね、例えば今回とかだったら、はい、ベトナム人の男性なんですけどね、はい、演歌がすごく上手で、まあ、大好きでですね、北島三郎さんの祭りという歌を歌ったり、はいはいはい、盛り上がりますね。そうですね、外国人もそうですから、もう日本人もこう、はい、拳をこう握って、そうなんですね、あとは、まあ、いろんな国の方が参加、はい、今年もされますね。されるんですね、はい、何名ぐらいの方がいらっしゃるんですか。個人で歌う人が大体10組ぐらい10組ぐらい、はい、で団体が、あと10組ぐらいですかね。あでも結構いらっしゃいます ね、はい、ですね。このイベントはこのオープン型ではないんですだっけ。はい、一応そのなんていうかこちらで予選をします。あ、そっか、はい、予選があるんですね。動画をアップロードしていただいて、はい、それで予選をします。あ、そういうことなんですね。勝ち抜いた人たちが、まあ、ね、すごい、はい、動画でこう投稿か何かをして、はい、ね、宮崎さんとかがこの人いいねって選んで、ね、まあ、の主催の方のメンバーで、はい、まあ、なんかそういうのも楽しいですね。いいですね、ね、見に行ってみたいです ね、ぜひぜひお越しください。え、何カ国ぐらいの方が参加されるんですか。はい、大体20カ国20カ国前後ぐらいですかね、まあ、応援に来る人も含めて。あ、はい、なるほど、まあ、アジアの人が当然多いんですけども、はいはいはい、ASEAN の国だけで、まあ、10カ国あるじゃないですか。あ、そうなんだ、はい、あ、そうですか、であとすごいですね、はい、国でいうとイギリス、イタリア、ロシア、うん、の人たちも歌も歌いますし。あ、そうなんですね、はい、あとはもうその日本で生まれたんだけどお父さんとかお母さんがどちらか外国の方。あ、なるほど、こういう方も最近多いです。へー、はい、はあはあ、そういう人もだからやっぱり日本人にない何か持ってますよね。あ、そうですね、はい、こうご家族で参加されるっていう方もいらっしゃるんですか。
見に来る方はいらっしゃいますね。あ、なるほど、はい、そうですよね、はい、あの出演されていて、そのご家族の方が見に来るってい う、はい、中国の方で、ちっちゃい子供さんがたくさん出るグループがあるんですよ。あ、かわいいですね。そこなんかは応援団も含めると100人ぐらいすごい、お父さんお母さん おばあちゃんおじいちゃんみんな来て、はい、すごいですね、大盛り上がりですね。すごいですね。その模様とかはどこかで見れたりはするんですか。あ、各自で皆さんいらっしゃった方がこう、はいはい、動画を撮ったりとかするようなもんですけど、僕らは著作権の関係があるので、あ、そうなんですね、オフィシャルな形で動画っていうのは撮っていま す、ね、あ、はい、じゃ あ、 あの写真とかを Facebook とか SNS とかで上げていくっていう形になるんですかね。楽しみですね。楽しみですね。 YouTube 見ていただいた国際紅白歌合戦って検索していただいたら、はい、いっぱい画像が出てきます。本当ですか。お友達が撮って、はい、あのアップされてる。なるほど、はい、そう、ファッションショーをやっていたりとか、はい、本当あのいろんなこう歌だけではなくて、うん、いろんなことをやられるんですもんね。そうですね、はいはい、ちょっと私も実際見に行ってみたいなと思うんですけどね、まあ、あの場所は国立オリンピック記念青少年総合センター、そうですね、大ホール、はい、大ホールで、これは毎年同じ場所でやられてるんです。はい、そうなんですね。まあ、もともとはあのオリンピックの選手村のあった場所、あ、はいはい、東京オリンピックの昔、なるほど、以前のね、1964年かな、はいはい、時にできた建物ですね。そうなんですね、はい、今回すごいのが、はい、今あのラグビーが大盛り上がりじゃないですか。すごいですよね。でもう私の、ね、家族も大興奮で見てるんですけど、はい、この開催日が実はラグビーの決勝の日なんですよね。まさかここまでラグビーが盛り上がると思っていなかったので、まあまあまあそうですよね、はい、で、まあ、準決勝の日と全く同じ、はい、これ誰も来ないんじゃないかなっていうね、はい、みんなもう家でラグビー見てるんじゃないかなっていうのもあって、でまあね、いろんなこと考えて、だけどラグビーって実は僕らにもすごく関係があるんですね。で今のラグビー の、 あの出ている人のメンバー見ていただいたら分かると思うんですけど、半分ぐらいは外国籍の方、そうですよね、はい、で以前日本がそんなにラグビー強くなかった時はみんな日本人でやってて、やっぱ準決で日本人でやるもんだっていうのがあったみたいですね。なるほど、日本のね代表なんだから。だけど今は違いますね。そうですね、だけどみんな応援してますよね。はい、キャプテンはなんとニュージーランドの人ですよ、ね、あ、ニュージーランドの方ですね、はい、サモア人とか、はい、南アフリカとか、ね、いろんな人が来てます。そうですね、はい、で彼らは、ね、その日本の代表として戦ってるわけですよね、はい、これをみんな日本人は見て応援してるわけです。応援してます。僕らにやってることも同じです、はい、僕らの仲間は、ね、多くは日本の国籍ではない、はい、けど日本に住んで日本のために頑張ってるわけですね。そうですね。だからそれをまあね、そう分け隔てなく応援してほしいっていうのはあります、はい、なるほど、はい、ね、ラグビーの日本チームと同じように、はいはい、Facebook で見たんですけど、ラグビーの衣装コスプレを新人に来たら無料でイベントを楽しめるって書いてありました、ね、はい、一緒に盛り上げてもらいたいということで、あ、なるほど、はい、このじゃあイベントでもラグビーを応援しているということですね。そうですね、いいですね、はい、実は終わった後、はい、後半の時間がまだ間に合うので、後半を皆さんで会場の方と一緒に、まあ、見ようと。あ、そうなんですね。スクリーンで、あ、そうですね、はい、それは楽しい、結構大スクリーンだ、ね、盛り上がりますね。750人ぐらい入る結構大きなホールなので、そこで、まあ、ラグビーも一緒にいい、まあ、盛り上がろうと。なるほど、はい、いやもう一日楽しめるイベントですね。ちょっといろいろとね、まだお話を伺いたいんですけど、はい、あっという間にお時間になってしまいました、はい、最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。はい、はい、今年で9年目を迎えるあの国際紅白歌合戦というイベントです、家族の方でも、シニアの方でも、いろんな方に楽しんでもらえるような工夫をしてますので、はい、ぜひ皆さんで、お越しください、はい、で、この子、東京モアですね、東京モアの、はい、聞いていただいたお客様ですね、はい、先着30名の方を無料でご招待したいと思います。おお、すごいすごい、まあ、30名ですけども、はい、受付で、そういうふうに言ってください。なるほど、入場先着っていうことで先着でさせていただきますので、はい、ぜひメッセージいただければと思います、はい、開催日は10月27日、はい、15時半から開催ということなので、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います、はい、ということで今週は国際紅白歌合戦の宮崎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。